山ヨモギはセスキテルペンラクトンを含む。これらの化合物は他の多くの植物でも見られ、特に放牧される家畜等では大量に摂取するとアレルギー反応や毒性を示す。キノガサタケは2つの有名なセスキテルペンを生成する。セスキテルペンは3つのイソプレンから構成され、C15H24 の分子式を持つテルペンの一種である。 モノテルペンと同様に、セスキテルペンには缶を含むものと含まないものがある。酸化や転移等の生態修飾によって関連するセスキテルペノイドが作られる。セスキテルペンは、天然には、防衛物質やフェロモン等のセミをケミカルとして、植物や昆虫で見られる。ファルネシルピロリン酸ゲラニルピロリン酸が、イソペンテニルにリン酸と反応すると、 ファルネセン等のセスキテルペンの生合成の中間体となる15炭素のファルネシルピロリン酸が生成する。その後の酸化によってファルネソール等のセスキテルペノイドが生成する。鎖腸や二重結合の数が多くなると炭化の可能な数も増加するため非常に広範な環状セスキテルペンが存在する。生姜の油の成分であるジンギベレンで見られるようなロックイン管に加え、 鎖の一端がもう一端と緩化することによって、フムレンのような大きな缶もできる。デルタカジネンカジネンで見られるような6イン管に加え、クローブの油に含まれ、9因管とシクロブタン管を持つカリオフィレンのようなに、カンセスキテルペンもある。不法和結合を含むものには、ベチバズレンやグアンヤズレンのような方向属に、カンセスキテルペンがある。3巻目が加わると、可能な構造の数が増える。 例としては、ロンギホレン、コパエン、パチョロール等がある。金の個実体から、二つの有名なセスキテルペンである、ジクチオホリン A 及び B が同定された。これらの化合物は、植物由来の香り物質に共通の構造である、オイデスマン骨格を持ち、金から管理された初めてのオイデスマン誘導体となった。ジクチオホリンは、アストロサイトの神経成長因子の合成を、 促進する。ありがとうございます。